GGR400N 型のご紹介です。ところでですね、今2月27なんですけど、花粉すごいですね。マスク取れません。私こんな感じしてます。よろしくお願いします。これさっき洗車してですね、1時間ぐらいしか経ってないんですけども、もう表面黄色くなってます、花粉で。すごいっすねこれ。誰が見ても花粉ってわかるような、つぶつぶがいっぱいついてます。うちの社長の毛なんてもうかわいいもんです。社長の毛が、GGR400N、平成12年式です。12年式なので、ある程度仕様としては後のものになります。で、時計ついてます。それからフォークガードがついてますね。で、あと他のやつがちょっと忘れちゃったんですけども、キャブレターヒーターついてますね。ラジエーターの水で温めるやつですね、がついてます。あとは特別な仕様はないかな。外装タンクはタッチアップ跡あるんですけども、基本的に綺麗です。ここちょっとタッチペン跡がありますね。で、外装なんですけども、ここのここが傷ありですね。あとミラーのここですね。それから反対側もミラーのここに傷、それから同じように反対側もちょっと削れた傷があります。で、GGR こけるとですね、クランクケース当たっちゃうんで、そこが割れてオイルが持ってきたりするんですけども、そうした損傷はありません。オイル漏れはないです。はい。あとお買い得なことにですね、車検が24年の12月まで、ついてます。なので1年10ヶ月9ヶ月かな、ついてます。まあ、満期とは言わない、いかないんですけども、ついてますね。はい。で、走行距離が非常に短いです。6184キロしか走ってません。で、 GGR というのはですね、セパハンなんで、疲れるんじゃないかって思ってる方がいらっしゃいますけども、そんなことはないです。逆にこうして乗った方がお尻とか腰とかですね、痛いんですね。こうして乗ってやるとですね、体がの、体重をですね、いろんなところに分散させることができてですね、結局負担が軽くなるんですね。で、私もGGR の1100乗ってるんですけど、非常に腰が楽です。ただ1点だけ私は気に入らないのが、もうシートの材質ですね。まあ、これメーカーのあれだからしょうがないんですけども、こう滑るんですね。前の人は別にタンクあるから滑ってもいいんですけど、タンデムシート、タンデムで滑ってくると、こう前に体重、前の人にこう乗っかってきちゃうんですね、体重が。そうすると腕は疲れるし、チンチンは痛いしっていう、まあ、結構大変なことになるんですけども、まあ、張り替え用のカーも出てるんで、まあ、私は張り替えちゃったりしてますけど、まあ、大体どのくらいかな、1万3、4千円ぐらいかな。で、ノンスリップシートの革とかもあったりします。まあ、そういったものを使ってカスタムしてくるのも、まあ、楽しいんじゃないかなと思いますね。はい。GGR はですね、決して速いバイクではありません。どっちかっていうと、図体の割にはパワーがなくて遅いバイクです。っていうのもですね、車体形状はですね、材料のほとんどっていうのは 600cc のものを使ってます。だから部品を外して裏側見ると600って書いてあったりします。それを400にスケールダウンして、運用しているのが、GGR400 なので、迫力はあるんですけども、それほどすごい加速とかはしません。まあ、とは言っても十分なパワーがあります。はい。今チョーク引かないでエンジンスタートしました。一応ですね、状態についてはだいぶ良好なので、チョークは引かなくてもコールドスタートでエンジン始動はできます。
GGR はすごい高速性能が快適なんですね。でもスピードが出るということじゃなくてですね、この非常にしっかりとしたフードで、ライダーを風から守ってくれます。で風が当たらないだけでですね、でですね、非常に疲労というのは軽減されて、乗りやすいバイク。このようにアイドリングとても安定してますね。アイドリングが安定するというのは圧縮等のですね、エンジンの腰上の状態が良好なことを示しています。あと排ガス見てください。吹かしても白煙や黒煙の発生がほとんどありません。というわけでですね、あとタイヤか。タイヤはタイヤゴム、フロントゴムですね。リアはリアもゴムですね。他はブレーキパッドは割とまだ残ってます。あとエンジンオイルはこちらで交換してからお渡しします。特に特筆する不具合もないかな。はい、というわけで非常にですね、私はGGR がもともと好きなのもあって、でおすすめな1台です。私はまあ1100乗ってますけれども、とてもですね、乗っててどこに置いてもどこに駐車しても絵になるというか、しっくり馴染むという雰囲気を持っているのが GGR なんじゃないかなと思います。まあやっぱ新しいタイプの形、新しい最近の忍者の形とかはまあいいことはいいんですけどね、景色と合わせてみると、若干まだ違和感を感じるっていうのは我々の感覚の方が育ってないからかもしれないんですけども、その点なんかこの GGR というのは飾り気もそれほど大きくなくてですね、かといって無骨すぎず、いろんな景色にぴったりなオートバイですね。そして燃費と快適さの実用性を兼ね備えて、あと小物入れがついてたりとかですね、川崎のバイクとしてはとても作り込まれていて完成度の高い1台なんじゃないかなと思います。はい、あとハザードがついてます。お買い得ですね。お買い得っていうのかな、分かんないけど、僕の GGR にはついてないです。はい、というわけで、GGR400N 型平成12年式低走行です。車検付きで、この金額になります。納車後にですね、名義変更してください。今2月なので多分納車時期とですね、税金の更新時期がもしかしたら重なるかもしれないです。4月1日の人間の持ち主のところにですね、税金の徴収が行ってしまいます。私払いません。名義変更しない場合ですね、私は払いません。なのでですね、販売後必ず名義変更してください。私が払わないで税金を納めないで滞納するとですね、その後名義変更もできなければ、車両の時期の車検も受けられなくなります。お気をつけください。名変は難しくないです。自分の住所と名前が書ければ誰でもできるものです。よく他の、他店さんを悪く言うつもりはないんですけども、黄色い看板の店ですとかね、
まあ、そういったところがですね、メンヘン登録手数料で3万ぐらい取ったりとかですね、メンヘン登録手数料で3万取って、あの持ち込み検査費用で2万5000取ってとか、あの二重徴収当たり前ですけども、うちそういったこと全くしません。あのこの金額で渡すと言ったら、もう何としてもこの金額で渡します。で別途ですね、お客さんの方でどうしても行けないからってことで私に名義変更を頼むということであれば、うちで代行もいたしております。代行手数料は1万5000円でうちはやってます。まあ、それがもったいないという方は自分で行ってきてください。あの誰でも名義変更はできます。やり方が分からなければ私の方からお教えしますし、当日行かれて陸運局で分からないことがあればそこから電話いただければ僕からまたご説明させていただきます。はい、というわけで、川崎の GGR400N 型、どうぞ春この機会どうぞよろしくお願いします。